前回、前々回と続けて、小野田さんに関する動画を出しておりましたので、しばらく小野田さんに触れるのはやめようと思ってたんですよ。ところが、第2回 YouTube ライブやるっていうじゃないですか。ちょっと思わずペンを取ってホワイトボードを書き始めた次第でございます。名誉挽回なるかって第2回小野田×トリップトットも生ライブ予想という風にタイトルを付けさせていただきまして、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。 えっと、この動画収録しているのが2020年8月12日の夕方頃なんですけれども、えー、明日、えー、2020年8月13日ですね、えー、夜の9時半から10時半の間で、えー、また、えー、トリップドトコムとの合同 YouTube ライブをやると。で、そこでまたホテル商品の販売をするというふうなことなんだそうなんですけれども、まあ、第1回の YouTube ライブ、まあ、このトリップドトコムと合同で、まあ、この商品を紹介していくっていうふうなスタイルのやり方ですね、まあ、かなり、良、えー、くない評価が下されていたというのが、まあ、記憶に新しいところかなと思います。 おおよそ2週間ぐらい前のところだと思いますけれどもね。トリプルトコムの回し物になっちゃったみたいな。あるいはもうテレビショッピングを見さされているようだとか、あの小野田さんらしくないとかね。まあいろいろ言われてましたけども、私的にはまあ今回第2回を迎えるにあたってですね、その第1回のちょっと良くなかった点というか、まあここでしょうっていうふうな点をちょっと書き出してみたんですけれども、 まずその YouTube ライブっていうのでまあ視聴者の方とコメントをやり取りし合いながらまあインタラクティブに動画を作っていくっていう風なことがリアルタイムでできるっていう風なのが YouTube ライブ e のまあ売りみたいなところがあるんですけどもまあそれが全然できてなかったと。そして、えー 番組の進行にあたって、まあ、あの、トリップドットコム側の女性の方がこう結構強めに喋ってて、まあ、小野田さんが全然その司会進行とかそういうのできてなかったと。まあ、それだったらま、トリップドットコム側のチャンネルでやるんだったらいいんだけれど、小野田さん側のチャンネルで上げるような動画ではないでしょっていうふうなことで、まあ、あの、そんなもん見たくなかったよってことで、まあ、多くの視聴者の方がま、離れていってしまったりとか、低評価のボタンを押してしまうような結果になってしまったんだろうなと。で、加えて、えー、実際にそのホテルの動画を紹介する ホテルの内容を紹介する動画ですね。その,あの動画が、あのプロモーションビデオが、だいぶかくついていて、すごい見にくかった、音がずれていたみたいな、まあそういうあの映像的な問題もあったようでして、まあ回線の問題なのか、あるいはそのパソコンの性能の問題なのかちょっとわかりませんけど、まあどっちにしても視聴者側としてはなんか全然見せられても、まあ楽しくもなんともなかったなみたいな、まあそういうふうな感じに仕上がってしまったのかなというふうなところが、まあ挙げられておりましたね。で、私が思うのは、そ,それに加えて、まあ実際に使って、 っっててたたけど期待外れだったっていうのがコメントで報告されててしまってたんですよ、ね、でも、それが一番今回の件でまずいよなと思うんですよ。あの、実際まあ、小野田さんが言うんだから間違いないだろうと思って買った商品がダメだったっていう、あの、まあ、これに関しては、まあ、その、全責任が小野田さんにあるわけではないんでしょうけれども、まあ、ちょっとそれで、まあ、いろいろ株がちょっと下がっちゃうみたいなところがやっぱりあるのかなというふうな気もいたします。まあ、それに関して、まあ、小野田さん側であったり、トリップルドットコム側であったり、あるいはホテルが、どういうふうなフォローアップをするのかっていうのはね、気になるところだと思います まあそこが結構重要なポイントだと思うんで、ちゃんと追っかけていければいいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、これに関するもし情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると非常に嬉しいです。また実際にそのトリップドットコを使ってみたよっていうふな方、まあ、実際にどうだったかっていうのも含めてね、教えていただけますと非常に嬉しいなというふうに思っております。 と、まあ、こんな感じで問題山席だったその第1回 YouTube ライブだったんですけれども、まあ、それを踏まえても第2回をやりますというふうな話になってるわけですね。ちなみにその第1回の成果としてはですね、取扱い高が7000万円を超えたみたいな、確かそういう話だったと思いますけど、あの、 それはまあまあそれですごいなというふうな話にはなるんですけれども、まあ実際、え、それよりも、まあ今回、あの視聴者側からすればですね、その動画の質がどうこうとか、まあ実際にその買ったそのホテル商品の質がどうこうっていうふうなことは、あの視聴者側からの関係するポイントとして、まあ見えている部分なんですけど、実際じゃあそのホテルの取り扱いとかどうだったかって視聴者にあんま関係ないじゃないですか。そんな別にどうでもいいじゃないですか。<laughs> あの、そんな、あのホストに貢ぐわけじゃないんだから。 はい。ということで、まあ、こういった点を踏まえて、第2回、まあ、それでも第2回をやるというふうに、まあ、決意をされたわけですね、本田さん。まあ、あの、それ自体はまあまあ、特に、あの、どうこう言うことはないんですけど、第1回の悪いイメージを結構今、引きずってしまっている状況なんで、それを第2回で塗り替えようと思ったら、相当頑張らないとしんどいだろうなっていうふうなのは、まあ、ちょっと想像がつくところなんですけれども、まあ、第1回のところで挙げられた、えー、いわゆる指摘事項というか、まあ、不備というか、問題点の部分を、どのように改善してくるかっていうのは、 非常に興味深い点だなという,ふうに思っております、まあ、てか、まあ、それが改善できなかったらば、これ本当に分水嶺になってしまって、あの、多くのその客離れ、客離れって言ったらおかしいけど、あの、視聴者さんのその心が離れていってしまうっていうふうなことが、まあ、起こりかねないなというふうな状況なんで、ここ取り返したら、あのかなり評価はぐっと上がるけれども、これもし取り返せなかったら、あの、しばらくちょっともうしんどい時期が続いてしまうんだろうなというふうに思うところですね。まあ、でもも別にその広告宣伝費もらえるしあの それで儲かってるから別にいいや、というか、まあ、そういう考え方をしているというふうに視聴者側に捉えられてしまうと、まあ、ちょっと非常にまずいことになってしまうので、その辺は非常に最新の注意が必要なのではないかなというふうに思ってしまうところなんですね。 まあ私個人の感想を申し上げればですね、まあこの第2回 YouTube ライブが成功しようか失敗しようがどっちでもよくて、単純に、あの、この YouTube ライブを見てトリプトトコムの商品を買って、その先に嫌な思いをした、損をしたっていう風な方が一人でも少ないことを祈るばかりでございます。まああの、 その結果を踏まえてまた私は多分動画を作ってネタにさせていただくことになると思うんですけれども、なんか最近、あの、輪にかけて私がクソ野郎みたいになってますけど。はい、ということで、えー、っと、私としてはですね、まあ、今回明日ですね、2020年8月13日、まあ、どのようなコンテンツを、えー、上げてくるのか、まぁ、あ、活目してみたいと思います。とりあえず今回のところはこんなところでありがとうございました。